おっ、ほら、ピロ。どうも、アルポジチャンネル管理人のピロです。今回はですね、大型水槽を置こう床下補強編ということで、今からですね、我が家のね、床下に補強を入れようと思います。はい。今回ですね、2段にして、上1500、下900の水槽を設置しようと思ってるんですけども、まあね、大きい水槽を置く人は、まあご存知かと思いますけど、必ずね、床下を補強しなければ、床が抜けてしまいます。床が抜けるのを防ぐために、今回はね、補強をしようと思います。はい。まあね、いつもピロさんが抜いているのは、です。で、開けたんですけどもね、床下ね、入ろうと思って開けたんですよ。そしたらね、こんな感じになってまして、なんかね、うちの親父に聞いたらね、もう家作ってからもうほぼほぼ開けてないと。で、開けたらですね、死んだばあちゃんのね、遺品がね、いっぱい入ってましたね。ちょ、一回こちら片付けてね、こちらの蓋をね、ちょっと外して一回潜るかどうかね、確認しようと思います。はい。なんだこれ、すげえな、ほんと。なにこれ、やばくね？あ？なにこれ、毒ダミ。なにこれ、やば。毒ダミってなに？そしてこれがワイン。これ結構高く売れっかな。これワインだよね、これな。開封してない。やべえな、これめちゃくちゃ地元のホテルなんですけど、これね。はい。すんご。なにこれ。ウイスキーだ、ウイスキー、ウイスキー。ウイスキーやん。はい。すごい。すげえな。これ結構値打ちあんのかな、これな。全然俺ウイスキーわかんねえけど。やか、日課ウイスキー。やべえな。きったね。これもウイスキーか？汚ねえなぁ。なんだこれ。すげえなぁ。酒が多いっすね。ね、酒が多い。はい、ですね、なんとか無事にね、開けました。ちょっと一回じゃ、見てみっかじゃ。どんなもんかなぁ。はい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 、こんな感じね。クモの巣やば。じゃあちょっと今からね、じゃあ潜ってね、補強していきますわ。はい。いや、狭そうだな。とりあえず今回ね、使用するものなんですけども、こちらですね。はい。つっかえ棒。はい。床下のね、補強用のね、つっかえ棒がね、ホームセンターで売ってるんで、そちらを買いました。だいたい今ワンコインしないぐらいですかね。はい、一本。はい。はい、あとね、こちらですね。ブロック。実はね、ピロさんね、コンクリート製造会社に勤務してまして、はい。いくらでもね、こういった製品あるんですよ。で、使わなくなったね、速攻をね、私、ぶっときました。エンジン買ったね。で、こちらをね、下に引いて、その上にね、こちらの、はい、補強する、やつをね、やっていこうと思います。はい、どれやるかじゃ、とりあえず。いや、つらっ。つらっ。狭いとこ嫌いなんだよね。ちょっと待って、潜んの？あー、狭くね、マジ。あ、超狭い。いや、無理だって。あ、ですね、潜りました。いや、超狭いっす。ちょっと待って、これ狭い。あ、これ、見たぞ、これ。お前。これ無理だで。狭いわ。待って。まずね、どれだ。はい。ちょっと待って、狭い。
超狭いんですけど。え、狭っ。よし。うわぁ、狭い。狭い。狭い。はい、ですね、なんとか、一箇所、やりました。はい、まあ、一個だけ言えるのは、死ぬほど狭いっす。ボロクソス、超狭いんだけど。なんだこれ、お前。いや、狭。いや、俺ね、身長180の体重100キロ超だからね、もうめちゃくちゃ狭いっすわ。はい。とりあえず一箇所ね、こんな感じで止めました。はい。いや、いい感じですね。非常に。はい。で、なんとね、衝撃の事実。補強別に、いいんじゃねって言われて。いや。言われましたね。はい。がっかりしましたね。ピロさん、多分補強なしでもいけますよ、なんてね。言われましたよ、私。嘘。いや、ちょっと俺も思ったんですよ。結構ね、しっかり針がこう走ってるんですよね。ここ水槽置くんですけど、完全に多分こうまたぐし、ちゃんとこう入ってるんで針。必要ない説ね、わかるんですよ、確かに。これ。いなくね、確かに。うん。で、俺も思いました。でも、買ったからね、これ。ほんま、いや、まあ、完全にね、考えなしでやるとこうなるって話ですわ。はい。まあ、とりあえず、まあ、やんねえよりはいいと思うんで、とりあえず補強します。はい、残りのとこね。いや、結構ね、まあ、しっかり針入ってるんですよ。言うて。まあ、築50年以上経ってるんでね、うちも結構古い家なんですけど、うん。確かに俺も、まあ、見た感じ、いけんだろうだと思うんですよね。まあいいや、とりあえず、やりますわ。はい。よし、とりあえず、ここで一回やるか。補強。よし。これでいいだろう。はい。ちょっと待ってね、狭いんすよマジで、うん、超狭いんすよね。はい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 、よいしょよいしよし、いいだろう。
よし、いけば。はい、ですね、なんとかね、締め終わりました。はい、一応はこんな感じですね。はい、はい、とりあえず、まあ、4箇所、はい、ちょこちょこ段にしてね、はい、補強しました。こんだけやら問題ねえだろ。はい、せんまー、マジで。ちょっとね、これ本当はこれダメなんですけど、結構地面硬かったんでね、もうそこでこれはね置きました。はい、ブロックを置くとね入んなかったんで、でビス止めなんですけど、まあやんなくてもガチガチにね一応なってるんで、とりあえずいいかなと。はい、まあ個人的にやっぱ思うのは、しっかりね、あの太い針が2本入ってるんで、こう水槽をね挟む感じで。はい、だからとりあえずこれ被るんで、ちゃんと1500水槽。はい、だからまあ問題ねっていうことにしときますわ、はい、俺の判断で。まあ、基本的にね、まあ、あの補強する必要がないところに今回はまあ一応補強したっていう感じで見てもらえば、はい、いいかなと思いますね。はい、いや、しんど、狭、いや、つら、マジで超狭いわ、本当にさ。まあ、こんな感じでね、ようやくあの大型水槽をね置く準備がね、まあ、できました、無事に。はい、まあ、今後もね、あのいろんな動画をね投稿していこうと思うんで、よかったらね登録と高評価よろしくお願いします。はい、とりあえずもう狭いっす、マジ。狭いし、カニクセイし。はい、あー、つらっ。あー、狭い。はい、じゃあまた皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。